この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。24秒、ケンイチ大遅刻してきて。よく覚えてんな。今度遅刻したら丸坊主にするって断言したんだよ。したっけ。したの。今度遅刻したらって言葉で検索したの。どういう意味？リカたちの会話を全部ダウンロードしたの。ケンイチが忘れてもコンピューターはちゃんと覚えてんの。自分だって忘れてたくせに。しかも10月1日21時48分4秒クリスマスは横浜ホテルの海側の部屋を取るから。本当に？二人だけで乾杯しよう。約束な。確かに二人だけで乾杯しましたね。ファミレスで。だってリカが外泊なんて親がうるさい。リカそんなこと言ってない。言ったよ。言ってない。絶対言った。絶対言ってない。言ったと思う。次、7月26日19時5分21秒。まだ何か？バイト忙しいからってデートドタキャンしたの。ね、バイト代で秀夫野口の T シャツ買ってやっから。もらってない。分かった、買うよ。本当に？よし、買いに行こう。キンスのプレスがいい。 DNA らせんデザインの。キンスめっちゃ高いじゃん。安いもんよ。リカの奪われた青春の合計に比べたら。奪われた？何の合計？81時間2分21秒。ケンイチが遅刻してリカを待たせた時間の合計。そんなに？返してよ、リカの青春。リカの方が遅刻多いって。決定的なのがこれ。12月21日18時11分8秒。彼女にプレゼントしたいんですけど。嘘だろ。これ買いっかな。誰にあげたのかしら。落ち着いてリカ。リカバチなんてもらってない。浮気者エロジジー。俺そんなことしてない。嘘つくな。デジタルのデータは絶対なんだよ。全部死んだ後まで永久に残るの。もう俺本当に。山田健一で検索すれば出てくるんだからね。一字一句正確に。確かに正確かもね。けどけどもさどもない。けど俺山田じゃなくて中野健一。え、ありがとうございました。You were the one.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。